アキーノさんのメジャーでの成績。2019-56 試合。259/19本47打点63進16死球で。316OPS。8917盗塁。2020-23試合。172本8打点18三振6四球で。304OPS。6231盗塁。2021-84試合10本23打点75三振27四球で。299OPS。7072盗塁。2022-80試合。190本30打点101三振17死球で。246OPS。6092盗塁。メジャーでこれなら、220本くらいいけるやろ。そもそも聖夜スラーの数字やし、打率低い割には高オップスやん。何人評価が高そうなタイプ？明らかな固め打ちタイプ？あと変化球打てるかどうかだろな。動画見ると割とコンパクトなスイングで前で打つタイプっぽいけど。なんでここまで三振多いんだ？2桁本塁打は貴重や。ポランコと同じくらいの成績やね。三振はアキーノのが多いか？このレベルが円安の今 NPB 来るとは思わんかったわ。正直メジャーで、240-14OPS、709だったガルビスが日本で一作んだった時点でどうなるか全くわからないんだよな。まあ打つやつが打たないことがあるだけで打たないやつは普通に打たないのかもしれんが、メジャー実績それなりでも年齢が30超えて下り坂だときついな。適応するかはわからんけど日本に来るレベルだと最高級なのは間違いないと思うわ。さあ今後アキーノ選手、一軍に戻って活躍できるのでしょうか。皆さんのご意見を寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。